皆さんこんにちは、ベーシストの高橋です。今回ですけど、つい最近コロナのテストを受けたんで、どんな感じだったのかなっていう、まあ結果はまだ出てないんで伝えできないんですけど、そういうどんな感じかお伝えしようと思います。で、まずニューヨークでは、いろんな病院とかでタダで今コロナのテストが受けれるんですよ。日本ってどうなんですかね、ちょっとそれ知らないんですけど。だからまあこれもし僕が言うことがみんな知ってるような当たり前のことだったら、まあ申し訳ないですけど、僕が行ってる教会でやってくれたんですよ。まあその時ちょっとそういうクルーが来てくれて、でやってくれたんですけど、まずなんか最初にまあ手をアルコール除菌して、でそれからなんかいろいろまあちょっと書いたりして、なんかパスポート見せたりもしたのかな確か。でなんかいろいろ質問を聞かれて、ちょっとイエスみたいなことを言って、まあ、そこちょっとあんまり分からずにイエスって言ってるところあるんですけど、多分こういうのね良くないんですよねきっと。まあそれで始まったらもう本当一瞬だったんですけど、鼻の中にこの綿棒みたいな、長めの綿棒みたいな医療用みたいなやつを入れてくるくるして、それ両方やって、ではい終わりって言って終わりました。で結果が大体多分1週間から2週間ぐらいで出るみたいな感じで言ってた気がします。ちょっと英語なんで、それ結構聞き逃しがあるんですよね僕の場合。まあそんな感じで多分そのうち結果が出るかと思うんですけど、まあそういう感じのテストでした。はい、まあということで今回はここまでなんですけど、まあちょっとあまりにも短いんでちょっと映画の話しますけど、最近プリズナーズっていうネットフリックスにあるんですけど、それが超面白かったです。なんか誘拐されてそれを取り戻すかみたいな、そういう系のサスペンスなんですけど、それがね2時間半ぐらいあるんですけど、全然飽きずに最初から最後まで見れて、ちょっと ネタバレしそうなんであんま内容言わないんですけど、まあ、そういう感じで、まあ、結構最近ねネットフリックスとか結構見てるんですよ。あと僕が好きな映画で言うと、まあ、ハンガーゲームとかめっちゃ好きなんですよ。ああいうなんかちょっとアクションと脱出とか、なんか密室パニックみたいな、そういう系の映画がすごい好きで、あとね最近見たやつですげえ好きだったのがダイバージェントっていう、それも3部作で、ハンガーゲームズも確か3部作ぐらいなんですけど、まあそういう系の、映画が好きなんで、もしなんか脱出、最初のサスペンスのやつは、まあ、全然好きなタイプではないんですけど、まあそれは面白かったんですけどね、そういうのがあったらぜひちょっと教えてください。そういうのめっちゃ見たいです。ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よかったらお願いします。じゃあね。